こんにちは。こんにちは。もうですね、はい、今回もタイアップなんですけど、はい、もうおなじみ、はい、ジャイカさんからのタイアップでございます。はい、暮らして初めて知ったドローカルご飯ですね。なんか勉強にもなるね、はい、もうね、マジでマジで今回も、今回はこちらに載ってるやつを紹介していきたいと思います。はい、はい、で今回を作るのはこちらです。はい、ペブレ。ペブレ、はい、はい、どこの国の料理ですかね。こちらですね、はい、チリ共和国のペブレという料理です、はい、でチリの家庭の万能ダレらしくて、うん、日本でいうポン酢みたいなものみたいですね、はい、はい、これを作って何かにかけて、うん、そう、結構チリの家庭ではポピュラーなタレといいますか、うん、そういう感じなんじゃないでしょうか。はい、なんで今回、うん、ステーキ、はい、ステーキにかける、さらにサラダにもかける。ほう、そうでね、で本当あのタレみたいな感じなので、まあお肉だったりお野菜だったり、こういうクラッカー、うん、これでもつけて食べてみようかなと、はい、はい、思います。はい、はいはい、よろしくお願いします。それではじゃあ早速、はい、そのペブレというものを作っていきましょう。作っていきましょう。レッツクッキング。まず、はい、1ニンニク、玉ねぎ、唐辛子、コリアンダーをみじん切りにする。はい、みじん切り。今回もね、本をしっかり読んで、はい、作っていきましょう。この通りに作っていきます。はい、玉ねぎ一玉ですかね。一玉です。はい、この自分たちが海外行った時は確かご飯にかけて食べたんですね。そうそうそう、白ご飯に。なんでね、一応ねご飯も今炊いてるんですよ。はい、まあね、あれは似たもので、同じものではないのでね。そう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 、まあ、どんな味なのかですね、全然やっぱり分かりません。このね、こちらのクラムして初めて知ったドローカルご飯なんですけど、はい、これ本当にね、あのね、予想をね、超えてくるんですよ、いつも最初にね、やったお料理なんかもそうだったし、うんうん、あ、ミルキムフィッシュとかもね、そう、もう本当にね、全然予想を覆すんで、もう未知数。めっちゃうまかったもんね。あ、でも料理ね、なんか海外の料理を知ると、うん、それになんかヒントを得てね、うん、普段の料理でも活かせるけどね。そう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 、いきまーす。はい、はい、みじん。トメイトは？トメイトもみじん。はい、粗みじん。粗みじん、OK、うん、これに乗ってるね、料理がね、まずね、一番ありがたいのがね、うん、ちゃんと日本でも揃う材料で、うんうん、この紹介してくださってる人が載せてくれてたりと、ね、うんうん、あと、はい、作るのがめちゃくちゃ簡単、うんうん、そうなのよ、本当に簡単、それがね一番嬉しい、うん、やっぱりあの手の込んだ料理とかだとお店で出てきたりするかもしれないですけど、このドローカルご飯っていうのが、ね、うん、多分そういうところにつながってんじゃないかなと思います。確かに、はい、トメイト一玉、あ、二玉、オッケー、第二玉、オッケー、ニンニクが2から3かけ、まあ、はい、お好みでしょうね。お好みですよね。大きさとかもね、結構まばらにあったりしますんで、うんうん、いつも作ってて思うんですけど、うん、やっぱあの自分たちで一応作ってるので、はい、わからないじゃないですか。やっぱ現地の一回食べたいよね、この作ったやつをそう、ね、現地に行って。確かに、そのもね、そのうちね、海外遠征行った時にさ、ね、うん、これあれじゃんってなる可能性もあるよね。ね、うん、本当に本当に、その季節に合った料理もこの本で選べますんで、うん、今回もね、夏らしい、はい、南米の料理だったりだとか、そう、さっぱりとしたね。はい、じゃあここでですね、はい、毎度おなじみ、早速チリ共和国についてなどをお話ししたいと思います、はい、あ、お願いします。はい、それではちょっとムネオくんの、はい、このニンニクさばきを見ながらちょっといきますよはい、はい、はい、チリ共和国は、はい、南アメリカ大陸にある南北に細長い国で、はい、はい、そうですね、面積は日本の2倍あるけど、人口は約1900万人の国とのことです。はい、はい、首都のサンティアゴは南米のニューヨークと言っても良いぐらい栄えていて、近代的な街らしいです。おー、はい、なんかね、
南米、南アメリカ大陸とか聞くと、うんうん、やっぱりね、ちょっとこう自然でそうね、自然ちょっと豊かなところなのかなと思うけど、勝手なイメージやけど、うん、なんかちょっとサバンナだったりとかそういうのをこう、うんうんうん、ね、イメージ しちゃうじゃないですか、うん、僕ら。でも全然ね、あの栄えてるみたいで、で、あとこれはもうみんな知ってるモアイ像で有名なイースター島、うんうんうん、みんな知ってますよね、はいはいはい、知ってる知ってる。あれも実はチリ共和国らしい。そうなんだ、はい、それは知らなかった。ね、ほんとね、モアイはもうめちゃくちゃ知ってるし、それがイースター島っていうところにあるっていうのも結構知ってるし、モアイは見に行きたいよ。大元はチリ共和国。いや、そうなんだ、はい、と説明をしていると、ニンニクが終わり、こちら、はい、よろしく、ね、種はどうしましょう。種多めでいく。種外してもいい。種多めでいく。じゃあ種、これ半分ぐらい一応出したよ。じゃあ行くか種はじゃあ行くか。もう一本いっとこうかな。はい、ではもう一本いってる間にですね、こちらを紹介してくださった、はい、ジャイカ海外協力隊の、はい、中村さんについて、はい、またご紹介したいと思います。はい、はい、この本で手ブレを紹介してくれている中村和代さんは、はい、チリで日本語教育や日本文化講座などの講師をされています。はい、日本の文化とかを伝えてる。はい、うん、ちょっとね、右なのか左なのかの方に写真もちょっとつけさせていただいてますけども、はい、本当この本でものすごいこの日本の方がね、うん、あの海外で頑張ってらしたり、いろんなことを広めてやったり、うん、ね、知らんもんね、うん、教科書にあっていいよね、本当に本当にマジで確かにこういう活動をされてる方がいますよ、うん、っていうのか。そしてこう見ていたらコリアンダーももうはい、みじん切り2分の1束、はい、はい、唐辛子も OK です。はい、ありがとうございます。大体これでみじんのやつは OK かな。 OK ですね、はい、そしたらこれを全部混ぜます。混ぜます。はい、はい、ちょっと待って、本当にちょっとね、中村さんすごいぞ。ん、ちょっと言いますよ。日本文化の講師としてはですね、生け花教室や着付け教室で日本料理を中心とした調理指導もされてる方ということです。すげえ、本当に日本を広めてる方みたいですね。すごい、着付けとかね、まあ生け花もやけど日本の人でもね、そうそうやっぱ現地の方では、うん、その着付けとかを習って、うん、知ってる人もいる、うん、と思う。まあね、ほんと着物を着てたり、あ、ね、すごい、日本の作法と言いますか、そうそう、俺らも全然作法を学んどりませんが、ね、はい、ほんと日本のね、いいところを伝えていただいて、ね、いいとこいっぱいあるけどね、うん、その料理指導やられてるそうなんですけど、特にね、味噌ラーメンが食べたいって要望が多くて、うん、日本語を教えている生徒の家に作り方を教えに行ったわなんとですよ、十数人が待っていてラーメンパーティーになったこともあるそうですはい、面白い、それ日本でもなかなかないやつ、ね、そうね、ラーメン醤油じゃなくて味噌ラーメン、ね、これちょっとね、ラーメンパーティーやりたいね。じゃあ料理に戻りますよ。はい、はい、そしたら、はい、今こちらに玉ねぎを入れまして、はい、木村氏、ニンニクとニンニク、ニンニク、赤唐辛子で、ニンニク、次トマトね。コリアナンダーは、コリアニャンジャーは、コリアニャンジャーはまだひどか。コリアニャンジャーは、はい、このトマト入れて混ぜた後にコリアンダーを加えてまたよく混ぜるって書いてある。おと、あとトマト、ね。トマトいいですね。うん、じゃあトマト入れますよ。はい。で混ぜていいですか。うん。はい。うん。うんうんうん、はいはいはい、混ざったよ。お、サンキュー。混ざったら、次ね、コリアンダー。コリアンダー。コリアンダー。コリアンダーいきます。はい。じゃあその混ぜてる間に僕はお肉を、はい、焼いていきます。はい。混ぜます。はい。はい。これ絶対こだまさん好きなやつや。こだまんだーや。こだまんだーや。絶対こだまんだーなやつやんこれ。で、味付けが、レモンを絞って加え、
まあ、タバスコ、ウスターソース、塩コショウで味を整えると、はい、で味見してお好みでレモンやタバスコを足しても良いと書いてあります。はい、はい、じゃあレモン絞っていいですか。はい、どうぞ。はい、じゃあレモン絞ります。もう丸1個絞っていいかもしれない。あ、そうなの。うん、いきます。レモン1個から2個って書いてある。マジで。そんじゃあめっちゃ絞るよ。あ、うん、だまあ、南米ということなんでですね、まあ、こっちの日本でいうと今からの季節、うんうん、夏なので、はい、夏バテ防止なんかとかにもいいんじゃないかなと思います。ね、でね、フレッシュなこう酸味のあるお料理とかだとね、やっぱ食べやすいしですね。そうね、暑い時は本当にそれ。さらっと。うん。OK。OK。はい。しょこしょこります。はい。この辺はお好みだそうです。はい。はい。はい、でやっぱ向こうは向こうで、うん、あの家庭でやっぱまあそうでしょうね、うん、各家庭に隠し味があったりとかあるでしょうね。塩コショウの後にウスターソースを、はい、それでですねお好みでタバスコ。あー少々、はい、ちょっといいね、はい、シャキーン。はい、どうぞ。タバスコ、まあ、タバスコ大好きなんでまた後から追いタバスコするかもしれない、はい、これで完成。はい、はい、あれで救いたいね。あのでっかいスプーンあったやん。まあいやイメージやけど、うん、イメージやけど全然知らんけどね、うん、でもそういうの大事やん、うん、これがどさっと置いてあってこういうなんかサラダとかザーッとあって、うん、はいどうぞみたいな。いいね。はい、完成しました。はい、完成しました。はい、今回も暮らして初めて知ったドロカルご飯、こちらを使って料理しました。じゃあいろいろかけて食べてみるか。はい、うん、はい、ヘブレこちらポン完成です。完成で、これをいろいろかけたいと思います、うん、はい、でかけるよ。はい、はい、まずサラダにドカーンと。はい、あ、これ彩り良くなるね。うん、え、もうお肉にもかけます。はい、おいいね。ご飯にも、はいはいはい、ドカーン。うーん、あとはまあクラッカーちょっとつけて食べたりとかも、はい、してみたいと思います。はい、はい、これではいただきます、はい、いただきます。いただきます。いただきます。うん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 、海外、うん、今モアイ像がおる、うんうん、見よるここで。イースターまで飛んでった飛んでった。結構あの辛みが効いてます。でも、うん、めっちゃさっぱり。やっぱり。あ、レモンがね、やっぱ一個丸々一個で全然、うん、めっちゃ酸っぱーにはならない。まだ入れてもいいね。まだ、まだ入れてもいいと思う。うん、美味しい。うまい。うん、お肉がね、本当彩りが ね、いいよね。すごく良くなりますね。うん、いただきます。うまっ。あの。うん、今日牛肉使ってるじゃん、うんうん、で油あるけど、うん、これでめっちゃさっぱりになる。なるほどなるほど、うん、まあね、牛肉だけじゃなくてね、鶏肉豚肉にも、うん、ものすごく相性の良さそうな感じでですね、うんうんうん、まあね、クラッカーだとねおやつなんかにも出しても喜ばれるんじゃない。女性なんかあってなるんじゃない。クラッカーパーティーにこれね、ポンと置いてやった、うん、まあ全然ラーメンパーティーしてもいいけどね。クラッカー混ぜ合う。まあなんかね、あのチーズとかもちょっと入っとってもね、これね良さそうね。白ワイン、白ワイン、クラッカー寝ちゃう。言うた言うた。なんか美味しい。でも俺ね、うん、でもご飯と肉もめっちゃ好き。うーん、っていうかぶっちゃけさ、これ全部ワンプレートでグワッてこれかけたら、うん、ありあり、うん、オッケーやね。いやほんとね、ちょっと美味しすぎましたね、うん、これめっちゃうまい。マジでうまい。今回ですね、はいはい、はい、チリ共和国のドローカル料理、はい、ペブレを、はい、作ってみたんですけど、ほんと美味しかったです。あの教えてくださった中村さんも本当にありがとうございます。ありがとうございました、はい、で今回作らせていただいたですね、はい、暮らして初めて知ったドローカルご飯、はい、こちらの本ですね、はい、はい、皆さんもチェックしてみてください。はい、本当におすすめです、うん、はい、マッチでうまいっすよ。はい、はい、なのでまあ今後もね、それを見てまた勉強したりして、はい、お料理も作っていきたいと思います。はい、はい、
じゃあこの辺でさよなら。ありがとうございました。はい、マジでおすすめ。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、し、はい。